一緒にお酒飲みませんか。ちょっとね、飲みません。飲まない。あ、飲んでくれる人もいる。よろしくお願いします。一緒に食べて飲みましょう。そういう動画でございます。まあね、コロナ禍においてこのなかなかこの何ですか、仕事終わりに一杯行くか。鈴木くん、仕事終わりにどうだ一杯。田中君、課長ぜひみたいなね、こういうことが難しくなっておりますよね。そういう昨今の感じになってますよね。そんな中ですね、なかなか飲みに行けません、食べに行けません。こういう中で、私でよかったら一緒に食べませんか、ね、こういう動画になっております。がしかし、もうね、めちゃくちゃです。めちゃくちゃなことが起きまして、いいですか。なんか3本空いてます。そしてすごい音してすいません。そしてですよ、なんか皿にあったけど何にもない。なんか皿にあったけどあるけど何にもない。ご飯もう一口しかない。醤油ちょろっとしかない。これなんだ、なんでしょうか。なんだと思いますか。取れてなかったんだよ。しかもですよ、2回取れてなかった。チェックメイト、チェックメイトですよ。2回、1回目、これね、カメラが慣れてないくてですね、録音ボタンを押したはずが押してないね、ことで、何のこう電源も入ってないのに25分喋り続けるね、こういうふうなことが起きましてですね、これは大変ですよ。でその次、あ、撮れてなかったと、撮れてなかったっていうことになって、今度こそっていうことになると、今度はですね、なんかその知らないけど充電、あの電池が切れて、結果なんかもうぐったぐだになったっていうことで、これ1本目の動画だったんですよ。これ2回目ですよ。これ3回目ですよ。はい、撮り直すよ。大丈夫だよね、撮れてるよね、撮れてるよね。赤いランプがついてるぞ。赤いランプがついてるということは撮れてるぞ。もうベロベロの中3回、1、2、3、4回目だよ。どうなってるぞ。4回撮り直す人いる。普通ならもうやめてもおかしくない。だがしかし、そこは私だ。このピンチをチャンスに、なんていうんですか、変えていく。それが私だ。バカ野郎バカ野郎ですよね。あ、皆さんに怒ったんでしょうかね。ごめんなさい。それでは、今日飲んできます、ものはですね、定番中の定番、めっちゃくちゃ売れてるレモンサワー、こだわりレモンサワー、レモン堂でございます。の普通のやつですよ、ね、もうね、ベロベロだから何喋るか分かんないと思ってね、元気ですかってね、元気があれば何でもできると思うなよってね、そういうことです。
万字固め。猪木といえば万字固めですね。チョークスリーパーというのもありますけどね。まあいいでしょう。それでは皆さん一緒に乾杯しましょう。乾杯。4本目ですけど、4本目だからこそこの子でよかった。やっぱこれね結構好きなんですよ。これ結構飲みます。これいいね、うん、いいね、いいやね。こんなこともあるんですね、 YouTube の人って。まあいいでしょう。というわけで、まあ、何でしょうか、あのツイッターで、今日動画を収録しますよと、なんかこう、こういう話題話してほしかったら言ってくださいねとかね、何ですか、こういうご質問あったらお願いしますねとかってツイッターって言っちゃった、ね、ツイッターで言ったんで、何人の方かね、ありがたいことにこう反応していただいたんですが、もうなんかもうそんなどころじゃないくなっちゃった、うん、なのであのこの動画まあ一応、不評でも続けていきたいんですよ。やっぱりこう一人でねこう寂しく食べ、今日もご飯だねってね食べる人とか、今日もビールを飲むぞみたいなね、そういう人どんな人だってねことですけども、そういう人のね、なんかちょっと一緒に飲んでる、この動画見たらちょっと一緒に飲んでる感あるよねみたいな感じで思われたいので、うん、それやっていきたいので、次もやるんで、次に しますよ。もう今日はもうダメです。何ももう頭が働かないので、ただ飲むよ。がしかしこれだけは言っておかなければならない。あの私の、何でしょうか、これお酒を飲む動画、ご飯を食べる動画で、お酒を飲む動画っていうのは、お酒はねもともと僕お酒好きなので、まあ自分発信なんですけども、このご飯を食べる動画というののきっかけになった方がいて、うん、多分私と同じかちょっと私より先輩なのかな、ごめんなさいちょっと間違ってたらあれですけど、かなりこうベテランの YouTube の方で、パテモソ協会さんねいう方がいらっしゃいます。その方がですね、その方きっかけで私飯食う動画始めたんですが、その方がなんと、動画内で、めっちゃ嬉しかったですね、コイムさん帰ってくるんだって、お帰りみたいなねこと言ってくれまして、なんかわかります、こう私は一視聴者なので、まあ、画面の中の人っていう感じ、要はまあテレビじゃないけど、そういう画面の中の人っていうのが自分の名前呼ぶとすごいドキッとしません？そういうことが起きたっていうね、みたいな感じになりまして、すっごい嬉しかったね。本当にパテ様ありがとうございます。パテモソ協会さんの、いやぜひ見てほしい。でね、その私がそのきっかけになった動画っていうのが、この山盛りのご飯になんかいろんなこうおかずがあって、定番のね、その方には定番だと思うんですが、梅クラゲとかね、その色なんか色あってゴリゴリに飯食うっていうね、その動画をなんか知らないけど何回もそれを 見たくなってしまうという謎の中毒性のある動画を上げてらっしゃって、その当時、今ももちろん活躍されてますけど、それ、うん、その動画いいよまあまあいいやということで、
概要欄にパトモス教会さんのチャンネルのリンクは載せておきますので、ぜひチェケラ、ぜひチェケラでございます。あるよね、もうね、ベロベロなんですよ。しかしあるんですね、こういうこと。それでね、ツイッターでこう質問なり話題なり言っていただいた方に非常に申し訳ないですけど、それどころではなくなってしまったということでございますけれども、まあね、一緒にね、こう一人じゃないっていうことですよ。酔ってるぜ。酔ってますが何か。そりゃ酔うわな。実際飲んでる量もすごいけど、メンタリティダメージもすごいんだよ。そんな中でもめげずにやっていくよ。ね、面白いでしょこれ。すごい食べた跡がある、うん、いうことです。何の話しましょうか。まあいい、ちょっともう一件ぐらいちょっとね、じゃあせっかくですから、あのツイッターで聞かれたことを答えていくよ。笑ってると。はい、それではですね、ツイッターの、サーボンさんよりいただきました飲酒動画と飯動画で、一番美味しかったものは何ですかということなんですけども、これはね、もう迷わないですよ。もう決まってます。まず飲酒動画で一番美味しかったのは、テキーラを使ったカクテルマタドールの回というのがありましてですね、もうね、その動画の中で、そのマタドールっていうのを飲んでからむちゃくちゃハマりまして、本当に動画関係なくもう毎日もうゴイゴイに飲んでまして、それを結果太ったっていうね経験がありますけども、テキーラを、パイナップルジュースで割るっていうね、こういう飲み方なんですが、まあ、よかったら、概要欄に貼っておきますので、ね、その動画を見てみてください。それがまあダントツかな、一番ハマりましたね、自分でやっといてなんですけど、はい、で続きまして、飯動画の一番美味しかったのは、これはもうこれも確定です。もうダントツで、究極の卵かけご飯でございますね。でね、この動画がめちゃくちゃご好評をいただいておりまして、この特にその私のね、言う卵かけご飯をやってみたという、方からの、本当にマジでうまいじゃんっていうね、そういう声がむちゃくちゃ多かった動画でございます。それもぜひ見てみてね。ここに載せておきましょう。この概要欄っていうんですかね。酔っ払ったよ。いろんな話をしたんですよ。いろんな話をしました。うん、ちょっとね、こう被災したことがありまして、私はその時の話とか、
何ですか、釣りしてて死にかけた話とか、あと何だったっけな、本当にいろいろ話したんですよね。全部取れてないんですよ。結果ね、こう何のこう何のこう何ですかとにかくグダグダになってしまいました。申し訳ない。ただね、この一人でね、こうご飯食べたり、お酒を飲んだりするよりは、こういう人でもね、ちょっとこういることで少しは楽しくお酒を飲んでいただければなと思いまして、思っておりますので、懲りずにまた何回かやりますんで、その中で、今日本当は話そうとしていたことを話していきたいと思っております。いや、人生どうなるか分かりませんね。まさか今日こんな動画になるとは本当に思いませんでした。3回録画ミスるかね。やっぱりあれですね、5年のブランクがそうさせましたよね。分からんけども、でもなんかね、結局あれですよね、このコロナっていうのがどうですか、皆さんのこう生活にどんな影響を与えておりますか。少なくとも私はその仕事的に影響をもちろんね受けてますし、コロナバカ野郎っていうねことですけども、まあ、中にはね本当にこうね、特に飲食店例えばね、を経営されてる方とか、マジでこう冗談抜きでシャレになんない人たくさんいらっしゃると思うんですよ。こればっかりはねっていう話ですよね。なんとか乗り越えていきましょう。なんとか生き抜いていきましょうということです。本当はね、こう質問とかこういう話をしてくださいっていうのがツイッターから寄せられてるのが何個かありまして、かつ、自分的にね、こういうことを話したいっていうのが何個もあるんですよ。何個もありまして、で、とにかく いっぱい話したいことがありますから、懲りずに、次回もやりますんで、一緒にねまた、ご飯を食べながら、ご飯を食べながらって、そうか、食べてないか、本当は食べたんだけどね、ショック。なんかね、この新しいカメラが、この録画を したつもりがしてないみたいなのがあったり、録画を止めたと思ったら録画を しちゃってたみたいなのがあるんで、まあこう SD カードの中をあさってみてですね、食べてる映像があるかもしれないので、あったらまあそれをちょっと入れたりね、うまいことやったりしていきますけども、基本的には、もうこのね4本目の、グダグダの状態をアップしていくよ。もうしょうがないんだって。しょうがないですよね、ベロベロですよ。そういう動画をアップしていきます。お見苦しくなるかもしれませんけども、申し訳ございません。でも なんかね、こうこの動画の大事なコンセプトだったりなんかいろいろあるんですよ。それも今このね、この動画内で言ったか、それとも前のこう撮れてない方の動画で言ったかとか、もう全然分かんなくなっちゃった。だから言ってないかもしれない。
なので次回ちゃんとしますんで見てください。すいません。でもね、今回前回の動画は扇風機なし、クーラーなし、それ地獄のような状況だったんですけども、今日はちょっともう雑音入っても仕方ねえやということで、ここにすぐ近くに扇風機あるんですよ。これだいぶいいですね。扇風機って誰が発明したんですか？すごいいいですね。皆さん知ってますか、扇風機って。私はすごい好き。というわけで本当にすいませんでした。ものすごいグダグダですけども、次は本当にちゃんとします。今回は、計3回に及ぶ録画ミスをしたことにより、こういう集大を晒す結果となりましたが、次回こそはちゃんと皆さんと一緒にご飯を食べ、一緒に飲む、そういう動画にしていきたいと思っておりますので、ぜひもう一回渡すにチャンスをください。